点数絶対教えてくれない人いる。あ、そしたら、期末テストのですね、数学から返していきたいと思います。あー、そういえば今日テスト返却か。はい、じゃあ名前呼ばれたら取りに来てください。はい、足立。はい、鈴木。はい、田中。ありがとうございます。うわー、43点か。はい、高橋。ありがとうございます。うわ、マジかよ。高橋、点数何点だった？え、いやー、ちょっと無理、今回はマジで無理。え、いいじゃん、なんで教えてよ。いや、マジで見せたくない、本当に。ちょっと無理、マジで。え、いいじゃん、俺教えるからさ、教えてよ。いや、今回マジこれはちょっと無理、見せれないわ。思ってたより良かったのレベル低いやつ。はい、田中。あ、ありがとうございます。お、マジで？お、なんか田中点数良さそうじゃん。お、高橋、いや、思ってたより良かったわ。お前何点だった？33点。え？低っ。いや、良かった、加点回避で。いや、個人的に俺は20点ぐらいかなと思ってたんだけど、いや、良かった、30いってたか。うわ、良かった。友達が点数高いと焦る。はい、じゃあ名前呼ばれたら取りに来てください。はい、足立。あ、ありがとうございます。おお、マジか。おい、足立何点だった？おお、83点だった。え、マジで？高くね、点数。あ、ありがとうございます。おお、やった。おい、加藤、お前何点だった？88点だった。みんなめっちゃ点数高いな、大丈夫かな。はい、田中。ありがとうございます。おお、23点終わったー。全力で採点ミス探す。うわ、29点かよ、マジで。もうあと1点で赤点回避だったのに。はい、ということで、テスト配り終わりましたが、一応採点ミスがもしかしたらあるかもしれないので、ちょっと探してください。あ、そっか、採点ミスあるかもしんない。あ、そっか、採点ミスあるかな。採点ミスあってくれ、頼む。もしね、間違いがあったら持ってきてください。点数訂正しますので。こういう時は絶対あるはずだ。採点ミス、採点ミス、どこかないかな。頼め、採点ミスあってくれ。先生のリアクションで結果バレる。いや、今回のテスト全く勉強してないから点数やばそうだな。おい、田中、今回のテストどう？自信ある？ああ、いや、まあ、めっちゃ勉強したからめちゃ自信あるよ。え、マジで？本当に？多分余裕で平均点超えてんじゃね。ああ、そうか、じゃあちょっと期待しとくよ。はい、田中。あ、はいはい。田中さ、お前ちょっと今回これ勉強した？あ、先生、ちょっと今ここでそういうのいいっす。あれ、なんか田中先生になんか怒られてない？このままだと本当にお前成績やばいぞ。あいつもしかして点数低かったんじゃね？ほらほらほら、ちょっと先生リアクションでちょっとバレちゃうんで、友達に。今回補習があるからなんとかなるかもしれないけど、これ次また同じような点数だったらちょっとやばいよ。田中絶対赤点だろ。わかりました、先生。もう大丈夫です。今お前そんなこと気にしてる場合じゃないだろ。お前次またこの点数だったらやばいぞ。おい、田中何点だったんだよ。お前点数教えろよ。完全にバレた。ちょっと先生、なあ、今そんなこと気にしてる場合じゃないだろ。ちゃんと勉強してね。はい、すいませんでした。